嬉しいという話題が返ってきました。やはりこのよさこいというのは一人でやるものではなくて、力を合わせて一つのものを作っていくということで、そして初出場で賞が取れるということは本当にね、また来年もちょっと期待できるんじゃないでしょうかね。そうですね、期待したいですね。さあ、それではよろしいでしょうか。それでは参りましょう。地区共演常連豪快奨励賞を受賞いたしました浜町夢神楽です。皆さんこんにちは。こんにちは。私ども浜町夢神楽と申します。初出場の全国大会、笑顔の花満開探すで一生懸命踊りますので、どうぞ温かい応援よろしくお願いします。お願いします。浜町よさこい。